お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな。牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいや。目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いやもうちょっと。ええ店やな、真島くん。わしここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。どうも真島さん。お前は。その節はお世話になりました。お店の中にうちの組長がお邪魔しております。組長。ええ、先ほど組長からお電話差し上げたかと。牧村誠の指定お受け取りになられましたよね。どうぞ、親父が待ってますから。ほら、ここええやろ。あかん、わしのも触ってえな。いやもう、ほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん。せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です、お客様。支配人。ほう、あんたが真島くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし。実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもらったんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃ使うてるんやで。
まあまあ座ったら。たまには自分の店で飲むもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会、こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島君、牧村誠ちゃん。あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとか言ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言うてな、結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺すんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいは誠ちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんかな。なあ、ええやろ。あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ。キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。誠ちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前らなんであの女狙うんや。うん、そりゃ言うわ。わしらも人に雇われて動いとる。ただまあ真島君もそれ知りたいやろんな。なんやったらわしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。なんや真島君、どないしてん。俺は店ん中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよ。真島君の流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな。もう収まりつかんで。せや、そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。何、今頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです、強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんやお前。これでわしは客やないちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うたかて強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため、はよ遠慮せんとかかってきてや真島君。わしゃもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。
そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島君。がっかりさせんなよ。得意な警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。サツの旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロ、お騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや、西谷。お前らが女狙う理由は何や。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島か。ったく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。おい、西谷。おい。引きでもしたんか。お前に会いに来たんや、西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で腕に中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたいや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たことのない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。
わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何者や？まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか？誰なんや？あの西谷さん、これ。ああ、そや、酒買うてきてくれるか。せっかくの来客や、ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。どないなっとんねんここは。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんとこそうちゃうか。ああ、せやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら、備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そやな。真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれまいてやもんな。教えてあげようかな。けど、どないしようかな。おとなしく吐かんと、今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとはし、ごっつい期待してしまうで、真島くん。この間より、もっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな。安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうわや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。さすがや。わし、ますます真島君に惚れてもうた。あんた、ほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えば、ええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、誠ちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連？東条会の直系組織や。東条会直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。
そらそや。表向きには登場界の大門を掲げとらん裏の組織や、マコトちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁セラ・マサルや。セラ・マサル。数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしやマコトちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで登場界の勢力が二つもマコト狙っとんの。二つ。俺にマコトを殺すように命令出したんは島野の親父。島野っちゅうと登場界の島野か。なあ、セラも島野も登場界。ほんなら登場界ついでやわしも教えたる。あ、わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組。せや、これまた登場界の直系や。世良の日教連、お前に命令下した島野組、ほんで堂島組、三つ全部登場界や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、登場界の内輪もめなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れとる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるや。無理や。あ、真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。登場界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもあしゃ殺しやなくて柄を押さえて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を恨みってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな椿園の中や。椿園。なんや、こっち住んだって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園ちゅうの。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天やって店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街。
ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したら、ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話は、日記オレンから誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おい、おまるさん、出して。チェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。おっちゃん、逃げや。西谷。なんやねんな。おっちゃん。お前。リリケンさんには用してもろたんですがね。娘が大学行きたいなんて言うもんでして。ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。じゃないかい。西谷だ。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島君、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ。思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと。自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。マコたち女生かした責任きっちり取っとらんかい。行けや、マジマ。許してくれ。頼む。